流れの問題はあるけれども、確定申告はちゃんとやってくれないと困るよみたいな、まあ、そんな言い方ではないけれども、確定申告よろしくおなしゃすみたいな話の方からあったっていうこと聞いてるんですけど、まあ、余計火つきますわね。でもこれもそのまま行っちゃったら、おそらく泥棒にこの先のルールを一緒に変えていくっていうような場を与えることになる。泥棒した人間たちにその泥棒しづらくするようなルールを何かしらみんなで決めようみたいな話っておかしいですもん、こんなの。だからルール改正をもってこれはなかったことにするっていうか、免罪にするっていうか、そこで一旦救いの手を差し伸べるみたいな甘いことやっててどうすんだよ野党ってことなんですよ。徹底的に分かりやすく、すべての国民が納得いくぐらいの勢いの調査内容を出してこいと。でお前らどうやって責任取んねんやって、当然自分で自足する者もおるよなって、これだけ世間を騒がしてこれだけむちゃくちゃになってきたんだからって、当然何人かは首を取られなきゃもうこれ収まる話じゃないからなっていうような迫り方、予算それまでは一切審議しないからねって、大丈夫、暫定予算も立てられるわけだし補正もやるっていうような形の戦い方、本当はそれぐらい詰めなきゃダメなんですよ、がっつり。でもそうはなってないんです、ぬるぬるっと審議やりながら、審議の場がなければ追及できないじゃないかとか、そんな話じゃないんだよって。もう新聞とかいろんなところで十分調べてくれてるやん。でこれまでの話でもそれできてるんですよ、ちゃんと国会質疑で。もうあの参議院の小西さん一人だけでも十分なんですよ、もうはっきり言ったら。質疑だけで考えたらあの人の質疑が一番秀逸、はっきり言えばそれぐらい素晴らしい質疑はやられてるけれども、でもこのままおそらく衆議院予算が通り、参議院で通りってなってる間にもうコンテンツとしての価値一気に下がりますよこれ。だから何かって言ったら、少数だから戦えないんじゃなくて、少数派だからこそこの問題をさらにやっぱりみんなに大きく、これは大問題であるってことに気づいてもらいながら、徹底的に戦うっていう姿勢を持って、今この炎上を一緒になって収束していく方向になんとなく持っていってんじゃないかなって感じちゃうわけですね。これどうしたらいいってことだけど、やっぱりなんだろうな、衆議院安住国対変えるしかないんじゃないですかね、おそらくね、これまで随分与党側に優しい立ち回りをずっと続けてるって私からは見えるんです。全然戦わないんだなっていう。前の国会でもそうです、うちが懲罰出される前にそういう一緒にやらないか的なことをずっと振ってたんですけど、じゃあこういう形でどうだみたいな内容が全然もう腰が入ってなかったんですよね。そういうことじゃないんだよっていう話でお断りはしたんですけれども、今ある中でやっていくってことを考えたときに、この状況っていうのはなかなか止めづらい部分ありますね。でも国民の怒りっていうのが一番でかいんですよ、気にしてますから。ネットばっかり見てるでしょ、立憲民主なんて。だから徹底的にやれと、衆議院お前このまますんなり通すなよというような圧力の可能は有権者としてはありかもしれませんね。特に支持者の方、支持者の方にはそのような形であっさり通すなと、一旦補正予算ぐらい組ませろと、被災地第一にしろと、徹底的にこれは戦って、で暫定予算組んででも、これは延長させるんだというようなことを多分求めていくっていうのもありかもしれません。泥棒がいっぱい入ってるのに、泥棒が決めた予算を泥棒たちのいいように決めさせるようなことをどうして進めんのってことなんです。で予算委員会をスタートしていくっていう条件の一つには自民党の調査ってものが求められてたはずなんだけれども、その内容がお粗末だったわけですね。普通だったらもうここで止まらなきゃダメなんですよ。でも1時間ぐらい間空けてまた調査してもらうみたいな話になっちゃってるっていう、ぬるぬるぬるって前に進んでってるって。でも予算は大事だろうという話は当然なんですけれど、でもこれってちゃんとしたものが出されるまでの間はこれは予算審議ってものは前に進めちゃダメで、最悪これはギリギリになった場合には暫定予算だって組めるじゃないですか。暫定予算これまでもいっぱい組んできてますよ。要は、4月1日っていうところを超えてしまうっていうところに関しては、必要な経費っていう部分を計上した上で、この暫定予算っていう部分を、組むっていうか、それ出していくことが可能なわけですね。どうしてやらないの、どうしてそこまで戦わないの。だから向こうはぬるぬるいけるわけですよ。
要は予算審議を進めていきながら、ぬる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 なんか調査したけど、どうやったこうやったつって話が進んでいきながら、結局追及してるように見えるけれども、最終的には予算取って向こうに取ったら何も怖い話じゃないんですよ。むちゃくちゃじゃないですか、こんなの。だからやらなきゃいけないことは何かって言ったら、あっさり応じちゃダメだってことなんですよ。体張ってでも止めろなんですよ、数が少なくても。じゃあこの間にできることって何かって言ったら、その、4月1日までまたぎそうなんだったら、これ暫定予算だっていうのはそうなんですけど、この暫定予算の手前、4月1日の前に補正予算組まさなきゃダメですよ。だって能登半島の件あるじゃないですか。元日に発災したのに補正も組まずに1月の終わりに国会開いてるんですよ。こんなふざけた話ないですよ。だからどれだけ命の価値ってものがこの国で低いのかってことを、もう私たちはまざまざと見せられてるんだけれども、何が行われてるかほとんどわけわからないんですね、多くの人々は。私もそのうちの一人でしたけど、昔は。でも政治の現場に来て今やられてることを見てったら、どれだけ命ないがしろにしてバカにしてるかってことが明らかなんですよ。だからこういうものと対峙していくっていう姿勢が野党が持たなきゃ、この国会の茶番っていうか、こんなもの延々に続いてこの国本当に食い潰されますよってことですね。徹底的にやれってことですよ。やってるふりやめろってことですよ。で、実際に本予算の審議中に補正予算を間に入れたっていう事例はあるんですね。これ阪神大震災の時ですよね。本予算っていうものが上がる前に補正を途中で入れて、補正を上げた後に本予算審議また再開したっていう例だってあるんですよ。どうして今できないの？多分野党側のロジックとしては、補正予算ではなくて、予備費で対応するっつってるから、本予算通さなきゃダメだ、みたいな。そんな考えになってんじゃないですか？意味不明ですよ、そんなの。がっつり縛き合うっていうか、今、奴らに対してしっかりと、自分たちがやってることが何なのかってことを吐き出させるってことをやらなきゃいけないのに、まあこれじゃ無理でしょうね、おそらくね。まあシャンシャンで終わるでしょう、結局は。っていうところなんですよ。公共のものをどんどん民間に、外資含め民間に売り飛ばしていこうということの、大々的な発表したっていうのは間違いがないことです。こちら見ていただいたら、2013年4月19日にワシントン DC で開いてるんです。で、記者会見を開いたっていう場所が CSIS っていうところなんですね。もう皆さんご存知の通り CSIS っていうのはどちらかというと企業に対してプラスになるようないろんな政策提言みたいなものをされているような団体ですかね。おそらくワクチンみたいなことも以前絡んでましたね。子宮頸がんワクチンだったりとか、それのみならず水道のもちろん民営化だったりとか、日本だったら例えば集団的自衛権行使容認みたいなものも進めていくべきだみたいなこともずっと言ってるし、みたいな。とにかく何かしらグローバル企業だったり、そういうような資本家たちの金儲けにつながるようなことを政策的に提言していく、政治に対してやり取りをしていくっていうようなことを結構熱心にやられているような CSIS ってとこで、麻生さんが記者会見開きました。もうこの時副総理ですかね、財務大臣やってる時かな。で、読みますね。何を言ってるか。太いとこだけ読みます、まず。水道はすべて国営、もしくは市営、町営でできていて、こういったものをすべて民営化しますって言ってるんですよ。で、お前のもんじゃないよなっていう話なんですね。はっきり言っちゃえば。あんた、期間限定の代理人であって、何殿様ぶってんだって話なんです。で、細かいとこも読んでみますね。水道の料金を回収する 99.99% というようなシステムを持っている国は日本の水道会社以外にありませんけれども、水道はすべて国営、市営、町営でできているから、こういったものすべて民営化します。いわゆる学校を作って運営は民間、民営化する、公設民営、そういったものも一つの考え方にアイデアとして上がってきつつありますと。様々なものをこうやって民間に手に入れられるようにしていくと。で、これは運営権だけだよみたいなことを言う奴らいるんですけど、でも事実上それって民営化って言うんだよ。それ事実上の民営化につながっていってるんだよっていうお話をちょっとしたいと思うんですけれども、例えばだけれども、もともとこれ PFI っていうやり方でやっていくって話なんですけど、始まりはイギリスなんですよ。でも、イギリスではもうすでに終わってるんですよ、これ。どうして終わってるかって言ったら、今財政が大変でしょ？だから、民間の力を借りよう。民間の知恵や力を借りて、
これうまくやっていこうみたいな話なんですけど、蓋開けてみたら民間だけ莫大に儲けるで、行政はむっちゃ赤字みたいな話が続出したんですね。だからこれダメだって話になったんです。例えば2018年の1月ザ・ガーディアンではこういう記事になりました。イギリスの会計検査院は納税者は PFI 契約のために2000億ポンド30兆円余計に支払うことになるとか、ガーディアンの社説、2018年1月 PFI この失敗したモデルを取り替えよ、2018年2月のフィナンシャルタイムズ、英国会計検査院の報告では PFI を利用して建設した学校は公的機関がやった場合よりも4割も高く、病院では6割を超える費用が余計にかかる、2017年6月フィナンシャルタイムズ、水道事業が民営であるせいで消費者は3266億円も余計に支払わされていると、イギリス大学による調査結果みたいなね。まあとにかくもうこの PFI っていうのはやばいよなっていうことが、もうイギリスの PFI を生み出したイギリスの中でももう話になってた2018年の頃に、日本は逆にその PFI を前に進めようってことをやったってことなんですね。でどんな内容かってことなんですけれども、 PFI でいうところの公共施設、要は民間にその運営権みたいなものを買っていただこうぜみたいな話ですかね。道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、他にも工業用水道等の公共施設、庁舎、宿舎等の公用施設、賃貸住宅および教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設に社会保せ福祉施設、厚生保護施設、駐車場、地下街等の公共的施設、情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設、観光施設および研究施設、船舶航空機等の輸送施設および人工衛星、全部やないかっていう話なんですよ。はい、この人です。産業競争力会議っていうところでね、当時民間議員として入ってたっていう、その象徴としてコンセッション運営権売却を提唱しましたと。私が先頭に立っているっていう旗振り役、金の匂いのするところには必ずいると言われている、すごいですね。はい、自分で構想し提案し決定し儲けるっていうリサイクル、ごめんなさい、これネットの中に落ちてたんですよね。すごいですね、インターネット空間って天才がいるんですよ、こういうものを作る人がね。自分の楽しみだけにその才能を消費するっていう人たちがね、大勢いるのがネット空間でございます。素晴らしいっていうことなんですけどね。まあ何が言いたいかってことですけれども、この国において金にできるものを考えた場合にどんなものがあるかっつったら、まあもうだんだん価値は薄れてきてますから、この日本っていう国自体が30年の疲弊によって、さまざまイノベーションだったりいろんなものが起こりづらくなってるんですね。みんな物を買わないとか、使えるお金が少なくなっていくっていう、元気がどんどん失われていったら、そこに、新たなる元気を注入するっていうのがもったいなくなるんですよ。そりゃそうでしょ、消費もないのに投資はしませんって。じゃあ逆に言ったらどういうところに投資するんですか、企業はとかいろんな人たちはって言ったら、消費が旺盛な国に行くんですよ。日本国内を不安定な労働だったり税金の取り方で歪めて弱らせて、金が回らない社会にして物を買えない状況にしちゃったらどうなるかって言ったら、そこで商売をさらに広げようとかっていうような考えになる経営者って少なくなってくるんですよね。だから海外の旺盛な市場に出かけていくと、その国日本ではイノベーションだったり研究ってものはどんどん進まなくなっていってるっていうのが現状なんじゃないですかっていうね。まあそんなところで売り物になるのは何だろうかって考えたときに、まあ安い労働力、しかも手先器用みたいなところだったりとか、他にももうすでに自治体として持ってた水道とか、そういうものどんどん金に変えていくっていうような話になっていくんですかね。ちなみに水道を売り飛ばした後どうなりますかってことなんですけど、契約が20年とか25年とか30年みたいな話もあるわけですよ、民間とのやり取りが。けれどもその間に海外で起こってることは何かって言ったら、水質がこれ悪くなったりとか、逆に言ったらその中で、不正が行われて、でもそこにメス入れられないんですね、中身覗けないじゃないですか、民間の企業って。行政だったらいろんなことで中身見られたりとか、開示請求とかで出さなきゃいけなかったりとかっていうことがあるんだけれども、さまざまなことでもう食い荒らされるっていうことになったわけですね。で結局民営化したものももう一度取り戻そうぜっていう再公営化っていうのが主流になってると。
日本はもう周回遅れでどんどん民営化にしていこうみたいなことも今も続いているっていう状況だと思います。自民党の若手っていうところにも私期待はしてないんですよ。あのね、ごめんなさいね、小泉さんももういい年だと思うんですけど、一応あの国会の中では若手ですよね。まあ他の自民党の若手って言われる方々にも期待はしてないんです。どうしてかって言ったら、今まで散々汚れ仕事に手を貸してきただろうってことなんですよ。やっぱり自分たちの番が回ってくるまでの間は雑巾がけ汚れ仕事何でもやらなきゃいけないんだ。で、自分たちの番が回ってきたときに社会の本当に役に立つことを、自分のやりたいことをやりたいなんて、もうそれ時すでに遅しだぜっていう、社会ここまで壊れてるっていう状態をその時点で何とかしようとあったら無理なんだって、今内側から壊していけよっていうことを本当はねやれたら一番いいんですけど、なかなかやっぱり権力側にいるっていうのは大きなことですよ。与党と野党の扱い全然違いますからね、官僚の態度も。与党側にいたら情報いろいろ入ってきたりとか、人によっては多分質問原稿まで書いてもらえるとか、そういう世界だと思うんですよ。野党とかそんなこと絶対ないですからね、もうないものとされてるっていうか、人間にあらずぐらいの多分扱いですね、令和なんて。そんな状態なんですよ。で、話変わると、投票率が低いと言われるようなこの地で若い人たちに対して、どうしていけばいいのかっていうのはこの土地だけじゃないんですよ。横須賀だけじゃない、日本中が多分同じような状態、ここに対して、どういうメッセージよっていうことなんですけど、今に満足してる、今に満足するということだったら、そのまま自民党と心中するしかないってことですね。もう日本は終わってますから、日本は終わってんですよ、もうはっきり言って。でも終わらせられないでしょって、終わらせられないんですよ。だってとてつもない財産持ってて海外に逃げられるんだったら OK、 でもそうじゃない、何があってもこの国で生きていかなきゃいけないっていう大勢を、やっぱりこの国の再興とともに安定した生活してもらうような状況に変えていくしかないんですよね。今で満足できるかって言ったら無理なんですよ。このままじゃ死ねないってこと、少しでもそういう思いがある人はやっぱ動いてほしいんですよね。動くっていうのはもう投票だけっていうことでももう究極はいい。これだけダメなことが続いてるのにまたそれを選ぶって意味不明でしょっていう、ただの依存でしょそれっていう話ですね。一度でいいからお灸を据えてみろと、緊張感が全くないっていう状態を数十年続けた結果国がここまで壊されたって、それを考えるんだったらやっぱり危機感を持たせるっていう意味でも、次は自民党をパスするっていうのは、これは全体的にやった方がいいことなんじゃないかって。おそらく一般的に自民党の何が悪いかみたいなことをザーって並べられたとしたら、もうお腹いっぱいになっちゃうっていうか、めんどくさくなってもう聞く気もなくなる人たちもいると思うんですよ。もっと言って自民党のことみたいな人もいるんですよ。ああそうそうそうみたいな人もいるんですけど、多分少数派です、そこまで興味ないから、みんなね。だからいろんな情報を入れられるっていうことに対して受け止められる人の方が少ないんじゃないかな。でももう十分今あの、猫ババの話でみんな頭に来てる人たち多いと思うんですよ。多分ね、あの森友だったりとか、賭け問題だったりとか、いろんなもうとんでもない問題あったんだけど、その時にはあのそこまで怒らないっていうか、まあそんななんかまあもうダメだよねとか言いながら自民党に入れてる人いたと思うんだけど、猫ババしたってことに対してはやっぱり怒り抑えられない人たちも結構いるんですよね。これまで政治のこと喋ってこなかったのに猫ババ問題には食いついてくるみたいな人がいるわけですよ。それを考えるんだったらやっぱりこれは一回権力を、変えるっていうチャンスですね。緊張感を持ってやっぱりちゃんと政治を運営していくっていうことをやっぱり自民党に指導しなきゃいけない、株主として。そのチャンスが次の選挙なのかなって私は思うんですけれども、変えられるってことですよ。あの世の中が変わるとか政権が変わるとか政治が変わるっていうことは勝手に行われてることじゃなくて、あなたが決められることなんだっていうことをやっぱり一人でも多くの人に気づいてもらうしかないんですよね。すいません、一言で、ね、何か言えればよかったんですけれども、そんなことができなくて申し訳ない。